こんにちは、速稼塾の久保です。いつも暗号通貨ニュースをご覧いただきましてありがとうございました。今回はですね、速稼塾の塾生限定でお送りしたいと思います。そしてちょっと時間をずらして一般公開にさせていただきます。その後動画は削除させていただきますというね、三段構えです。今回お知らせするのは、企業案件というのがどういうふうに YouTuber にね来るのかってことの、実例をねお話ししていくんですけども、以前 ICO の企業案件といいますかね、企業と言っていいのかどうか、ICO を YouTuber に進めてくる、そういう時の連絡の仕方とかメールの文章っていうのはどういうふうなものかを紹介しました。もう2年ほど前になりますけどね。そしてそちらの動画では、まず案件を受けて動画を発信するだけで100万一時金、そしてそこから出た売上に対して 50% の報酬を出しますよっていう形で、非常に紹介する YouTuber としては魅力的な、そういう条件だということね、お話しましたね。でもこれはどうしてこのぐらいのね報酬が出せるかと言いますと、それはですね、やっぱり ICO が、そういうところだからなんですよ。 ICO で値上がりをね、上場後の値上がりを期待して大きな金額を突っ込む方の、そのお金が基本的には我々アフィリエーターとかね、それから販売事業者のものになるという前提なんですよ。だから値上がりするとかしないとか全く関係ないんですよ。でそういうことをお話して、私は ICO を、すごく否定的にね見ていたんですよってことを、速稼塾の塾内の動画の方で、再三再四申し上げました。それが2018年から2017年、この2年間にわたっていたと思います。ですので私はね、 ICO を一件も紹介しなかったんですよ。これほど紹介報酬が高くてね、マーケットが成り立つわけないんですよ。で、なんでマーケットが成り立ってるかっていうと、これは ICO で、トークンを買った人に全く付与するつもりがないと。要するに上場の気配もないし、上場して値上がりがするなんてこともありえない、そんなものだからこんな無茶苦茶な報酬を出してるんだというふうに感じたんですよ。これは一社じゃないですからね、ほとんどの ICO を進めてくる会社でこんな感じだったんですよ。ですんでね、個別銘柄をここで明言するのは避けますけども、それもみたいなのがね、本当組み込まれてたんですよ。私はこれをね、一般公開動画で言いたくて言いたくてしょうがなかったんですけども、ただね、やっぱりこれね、名誉毀損とかになってしまう可能性があるんで、どうしてもいなかったんですよ。というのが、その時は ICO が本当に行われているかどうかわからないということの私のね、疑念だったんですけども、ICO 予定の期日までに、これは ICO しないつもりなんだっていうふうな確たる証拠もなく発信することによって、私が営業妨害とか名誉毀損に当たる可能性があったからなんですよね。ですので、個別でメッセージいただいた方にはお知らせしたんですけども、一般公開動画、限定公開動画では申し上げませんでした。で、今回の企業案件はそういう話ではありません。今回の企業案件はごくまともなものでございます。それではですね、メールの方を紹介しますけども、その前にもう一言だけ言わせてください。こちらの方は単なる暗号通貨の取引所のアカウント設定の話です。ですんでね、やっぱり新しい暗号通貨の取引所、もしくは今回紹介するのは暗号通貨の FX なんですよ。暗号通貨 FX というものですから、通常のドル円とかの FX の暗号通貨版です。何が違うかというと、何も変わりません。ですんで、基本的にですね、通常の FX ができない方は登録しない方がいいと思います。単なるギャンブルになります。ではどういうふうにギャンブルが行われるかと言いますと、 FX ではレバレッジが25倍しかかけられないんですよね。でも今回の暗号通貨 FX は500倍のレバレッジがかけられますんで、数千円とか数万円で数十万、数百万円が狙っていけるってことになります。ですんでね、単なる取引所ですから、FX の取引所ですから、そんなに危険はないですし、登録したからといって何百万必要だってこともありませんし、それはご自身のね、裁量の及ぶ範囲でいいと思います。そして今回は登録に関しまして、登録した方に1万円分の、ポジションがね、与えられるんですよね。その1万円で試してみて、売上が上がるかどうか、勝てるかどうかっていうのを、試験的にやってみるのもいいかなと思います。そういった形でね、損失の出ないように、今回の暗号通貨取引所は配慮してくれてますんで、そのように、ご認識の上、ご覧いただければと思います。ただしね、これ期間限定で1万円のデポジットが、1万円のデポジットは期間限定の可能性がありますんで、なくなっちゃった場合はね、すいません、遅かったとご認識して、そのまま登録と、あとご自身の入金をね、5000なり1万なりして、暗号通貨の FX、ちょっと楽しんでいただければと思います。レバレッジがたくさんかかりますんで、少ない資金で大きく狙えるってことは間違いありません。そして、少ない資金で大きく狙えるからといって、その資金を上回るようなね、とんでもない金額を追証を求められるっていうね、そういう危険性も、少ないんではないかなと思います。ないとは言いませんけどもね、こういったものですから。ですので、その辺は、まさに、自己責任、自己判断で、お願いします。アカウント作るぐらいでしたらね、そんなに難しいことはありませんので、作っていただければいいんではないかなと思います。それではね、メールの方を紹介しますね。ご覧ください。
ご挙動のお願いと BD というところから来てますね。隠居久保哲夫様、突然のご連絡失礼します。クリプト GT マーケティング事業部のスワンと申します。クリプト GT マーケティングというところですね。でこちらの方を検索して調べていただければ、まあ、事業概要ですとかね、会社の規模とか出てくるんではないかなと思います。クリプト GT は業界最大級の500倍のハイレバレッジを提供している仮想通貨 FX ブローカーでございます。ということなんで、大きなレバレッジで暗号通貨の取引をして一発当てたいという方はね、ぜひご参加ください。そうでない方はこの辺でもう画面閉じられてください。はい、この度 YouTube を拝見しまして、私のですね、トレードに関する発信力がある方だとお見受けし、ご連絡させていただきました次第でございます。今回新たにクリプト GT を広めていただいた方、またはすでにクリプト GT のアフィリエイトされている方場合でも、通常報酬に上乗せして特別報酬のご提供をご案内させていただければと思います。要するに今回のプログラムを紹介してですね、新規の登録者が出たら報酬出しますよってことなんですよ。新規の登録者が出た時点では特に、このね、クリプト GT というところに、特に利益はありません。まあ、ですので最初に皆さんにお試しでねやっていただくってことだと思うんですよ。でそのぐらいね、この暗号通貨 FX の世界は利幅が大きいということも言えます。利幅が大きいから最初の窓口を作ってくださったアフィリエーターさんに報酬が先払いできるってことなんですよね。はい、クリプト GT パートナーグローバルの詳細はこちらからご確認くださいませということなんで、ちょっとクリックしてみますね。そうするとプログラムの詳細がこういうふうに出てきてます。はい、報酬についての問い合わせとかね、アフィリエイトサポート専用窓口とか、非常に取り組みやすいかなと思います。でアフィリエイトに関する注意事項も書いてますね。はい、まあ、こういうふうに、ね、案件って送られてくるんですよ。これは YouTube で発信力が高まったと認められたらいきなり来ますメールでということなんで、メールアドレスの窓口っていうのを入れておくことをお勧めしますね。YouTube でいろんな投資のねお話しされてる方とか、 FX の相場解説されてる方とか、暗号通貨のねお話しされてる方、これが急に来る時がありますから、ぜひこういうのもねビジネスの一環だというふうにご認識ください。それからね、例えばね、暗号通貨の ADA とか XRP とか特定の通貨を応援してる方、こういう案件が来た時っていうのはチャンスなんですよ。要するに口座解説をしていただくと、そこにね、まあ、ADA とか XRP とか新しい通貨が売れる可能性が生まれるじゃないですか。これね、暗号通貨の取引所を作らなければ、証券口座を開かなければ、暗号通貨も買ったり売ったりとかってないんで、要するに出来高増えないんですよ。だから XRP も ADA も値上がりしないんですよね。できるだけだから口座開設を進めて ADA を少しでも買うことをお勧めする。これ以外に値段を上げる方法はないんですよね。どっかの誰かのおかしなニュースでボンと上がることを期待しているようでは、これはなかなかね、暗号通貨で勝ち切ることはできないと思います。はい、続きに読みますね。弊社に実際に弊社のプラットフォームをご利用いただくことで、そのメリットデメリットをご確認いただけるかと存じますため、まだ口座開設がお済みでない場合には、特別に職金としてご利用いただいている1万円のボーナスを付与させていただきますとありますよね。私これから口座作りますので、1万円のボーナスをいただこうかと思います。そのボーナスでね取引してみますね。で多くのユーザー様にご愛顧いただき、2018年の創業以降丸2年営業ですね、2年続いてるんですね。で KYC なしで取引可能という、 KYC っていうのは個人認証ですよね。なんですか、免許証をこうやってね顔と一緒に撮影して送るってやつですね。でぜひとも一度クリプト GT を試していただき、共同コラボレーションにつきましてご検討いただけましたら、ご多幸ですと。ご興味ございましたらこちらにてご返信くださいましということなんで、返信させていただいてね、プログラムに参加するという意思はお伝えしようかと思います。皆さんもよろしかったらね、私のこの暗号通貨シリーズでこのクリプト GT の口座開設の申し込みお知らせすることがあると思いますので、今こうやってねネタをばらしましたんで、それでもよろしかったらご登録いただければと思います。そしてご登録いただいた方にはやっぱり私のね、暗号通貨 FX トレードのサポートはきちんとその動画の方でさせていただこうかと思いますので、引き続きご愛顧くださいませ。それでは本日は以上です。ありがとうございました。